一個気になった質問があって、日本人としてリズムのなんか捉え方を勘違いしていませんか？何でしたっけ、あの質問。ありましたね。勘違いっていうふうには言ってないかもしれないですけど、書いてますね。ジャズなどで日本人が陥ってるリズムの勘違い、いわゆるその、それちょっと気になったんですけど、どういう意味なんでしょうかっていう、これどういはうです視点ね、か実らはそ僕がの、考えた質問ではないんですあ、なるほどが、ね。ニューヨークに来てから感じたリズムの感じ方の違い、いわゆる来る前と来てからの違い、なんか変わったことありますかっていうことがまず1個なる質ほど問であっね。て、こう考えてたけど、実はこうなんじゃないかみたいな。その、ニューヨーク来る前はこういうふうに感じてたんだけど、本当はこうなんじゃないかなっていうふうに。ああ、なるほど、なるほど。そういうことです。別に、なんか、日本人を蔑むような感じではない。どうすか？なんかこうクラシックパーカッションに近い。クラシックは書いてあることをやるのが基本だから、そのマツ君はドラムのフィールってやっぱり2、4のスネアの感じの感じとかっていうのは曲のジャンルによって違ったりとか、まあ、ポケットみたいなもの。ビート2のこのどの辺にスネアを置くかによってフィールが違う。それぐらいの違いってクラシックではちょっと難しいとこが、まあやるよ、やるんだけど、それってなんかオケのキャラクターだったり、こう例えばメトロポリタンオペラはすごいこう指揮が落ちてから音が鳴るのが遅いので有名なの。こうやってパパーみたいな。遅いんだけど、みんなもう慣れてるから、そうやって入ってくそる。こが分そかっこが、てる。そのなんかフィールが分かるんだけど。ね、なんかベルリンフィルもそんな話ありましなたよ。んかカラヤンが行って、そそれを直そうとしたんだけど、彼でも直せなかったっていう。なんかこうね、グループだから、その一緒にこう、タイム、その時間を感じることができるかできないかみたいな、その時間の感じ方って、やっぱり違う国とかグループとかであると思うんだよね。で、まあ、そういうのをだから飛び入り参加して感じたりするのはすごい大変な時があるけど、まあそういう時はこうティンパニスト見たりとか、例えばバスドラ弾いてたらティンパニストの人が多分大体左にいるから、こう見て「はい、ここか」みたいなとか、なんかドラマの人の方が絶対そういうのよくやると思う。まあクリエイティブなところがあるから。クラシックって基本楽譜オケの違いがでかいってことですよね。オケの違い、コンダクターの違い、コンダクターによってはもう「はい、ここ」って人もいれば「ここ」とかね、ちょっとそのなんか私コンダクターじゃないからあれだけど、そうグループによって違うけど、まあやっぱり聞いて感じないといけないっていう面では一緒だと思なるほう。どね。まあそのだから、リズムの感じ方っていう質問に対して答えになってるかわからないけど。まあでもね、逆にこう日本の「間」っていうコンセプトはアメリカの人にとってすごい難しいみたい。ね、歌舞伎からとか、そういう日本の雅楽だったりとかからこう来る「サイレンス」っていうのかな、「間」っていうのは、こう例えばこう太鼓をアメリカ人の人が習います。で、その「間」って何っていうことが結構教えるのが難しいんじゃないかなと。そのなんかこう日本で育ってるっていうことで、なんか昔からこうお祭りとかお囃子とか能だったりお経だったり、なんかそういう、ね、文化的なもの聞いてきて育ってて、なんとなくこうなんか聞いて育ってる、その間の感じだから、例えばね、ドラム的になんか日本的なのなんかやってよって言われたらさ、なんとなくできるでしょ。と思う。なんかまあ、ね、本当。拍子木やってよって言われてさ、「カカッ」って言って、その次どうしようとか、なんか「カッ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 
なんかもう知ってるみたいな、うんうん、なるほど。なんかそういう、こう時間の感じ方とかってやっぱ国によって違うんじゃないかなと、うんね、だってブラジリアンの人の16分音符って全然違うじゃん。タッカラカタッカラカタッカラ、ね、こっちだとさ、ね、分からないよね。だからそういうのが分からないと思う。なんかその
でも、うん、勉強すれば誰でも結構近づけるんじゃないかと思う、うん、確かに最近僕はキューバ音楽とかよく聞くんですけど、にあの比べ、うん、うん、ね、あの微妙なさ、そうそうそう、ドット感がすごいよ。ちっちゃい子でもなんか5、6歳の子でもなんかね、2、3のクラブとかも3人とかもう楽勝でやっててさ、そう、なんかそれはすごい、これはなぜできるんだろうなって不思議に思ったけど、うん、まあうん、なんかやっぱりそのどういう、どんだけその音楽に自分がハマってるかとか、どんだけその音楽を勉強してきたかってことじゃないかな、うん、だってあの日本人じゃなくて太鼓上手な人なんていっぱいいるしね、うん、日本人でジャズ上手な人もいっぱいいるし、あのアメリカ人でよくインド行ってタブラ勉強しますっていう人もたくさんいるし、まあそこは人種じゃないってことですね。そう、人種ではなくて多分その本気で勉強するかしないかの問題じゃないかな。うん、